サンマ、羽生ゅうの離婚について語る。まあ叩かれるよな。羽生ゅうの離婚に対するサンマのコメント。アカシアンマがが、25日深夜に MBS ラジオ、ヤングタウン土曜日に出演し、プロフィギュアスケーターの羽生ゅうが離婚を発表した件にコメントしました。サンマは、リスナーからのメールでこの話題を取り上げられ、ハブ君の離婚について、我々はわからない次元の話やからな。おのおの言い分はあるやろけどなと述べ。 困惑の表情を見せました。ハブ君の離婚についてのコメント。サンマは、ハブ君の離婚についてのコメントで、ハブ君がああいうことになって、何があってどうなったか、我々はわからない次元の話やからな。結婚して何ヶ月 ?3 ヶ月で一応離婚ということになったんだ。それは、おのおの言い分はあるやろけどなと述べ、リスナーに事情の複雑さを伝えました。また、サンマは離婚に関する疲労度に触れ、 離婚する時の疲労度って半端じゃないんですよ。結婚の時は意外と、結婚しよか、はいよ、幸せにいって感じやけど、離婚っていろんなこと、揉め事が出てくるから。それが単なる、このお金をどうするとか言うて、ものすごいやらしい戦いになるんですよ。離婚って、二人だけじゃなく、親戚とか姪っ子は一個、も問題。姪っ子なんて、さんまさんと、大竹、しのぶちゃんが離婚したら、 忘年会の司会誰がすんのってわけのわからんことで引き止められてましたからねと、自身の経験を交えながら離婚の厳しさについて語りました。離婚における疲労度の重み。さんまは、離婚における疲労度について独自の視点を披露しました。結婚の際は祝福ムードが漂いがちである一方、離婚には多くの問題が絡むことから、結婚と離婚はまるで別の物語との考えを示しました。特に、 金銭的な問題だけでなく、家族や親戚との複雑な関係も離婚を難しくする要因として言及しました。サンマは、離婚っていろんなこと、おめ事が出てくるから、それが単なる、このお金をどうするとか言うて、ものすごいやらしい戦いになるんですよ。離婚って、二人だけじゃなく、親戚とかめっ子は一個、も問題。めっ子なんて、サンマさんと、大竹、しのぶちゃんが離婚したら、 忘年会の司会誰がすんのってわけのわからんことで引き止められてましたからねと、離婚に伴う様々な面を率直に語りました。自身の経験から見た離婚の厳しさ。サンマは、自身の経験を通して離婚の厳しさについて言及しました。結婚時には楽しいムードで祝福されることが一般的であるが、離婚に際しては状況が一変し、問題が表面化すると述べました。さらに、離婚っていろんなこと。 揉め事が出てくるからと、離婚が複雑なプロセスであることを指摘しました。特に、サンマが触れたのは、金銭面の問題だけでなく、家族や親戚との関係にまで影響が及ぶことでした。二人だけじゃなく、親戚とかめっ子は一個、も問題。めっ子なんて、サンマさんと、大竹、忍ちゃんが離婚したら、忘年会の司会誰がすんのってわけのわからんことで引き止められてましたからねと。 離婚が周囲の人間関係にも波及する実態を暴露しました。三馬の言葉から読み解くハブ君の心情。サンマは、ハブ君に対して同情の意を表明し、ハブ君も大変だったと思いますけど、お疲れ様でしたやな。まあまあ色い々ろいろあるんやろな。まあ叩かれるよなと述べました。これは、離婚がどれだけ困難で複雑なものであるかを理解し、ハブ君が様々なプレッシャーや非難にさらされることを予測しての言葉と受け取れます。 また、サンマは自身の経験を通してハブくんに対する共感を示し、まあまあいろいろあるんやろなと述べ、ハブくんの立場を想像しました。これは、離婚が単なる個人の問題ではなく、その影響が広範囲にわたることを意味しています。報道とファンの反応、ハブくんの離婚が波紋を広げる。ハブくんの離婚に対するサンマのコメントが、報道やファンの間で注目を集めました。サンマの言葉からは、 離婚に伴う複雑な事情やプレッシャーに対する理解が伺えます。報道各社は、サンマのコメントを取り上げ、ハブ君の離婚に対する一般の反応を伝えています。ハブ君のファンたちは、彼のプライバシーを尊重する一方で、彼のこれからの活動やメンタル面に対する心配の声が広がっています。SNS 上では、サンマのコメントに対する賛否両論があり、一部のファンは、サンマさんが言ってくれて安心した。 ハブ君は大変だろうけど、応援し続けるといった声が見られますが、一方で、こんなに早く離婚が発表されるとは驚きだ。プライベートはプライベート。さんまさんが言うことではないといった反対意見も参見されています。プロフィギュアスケーターとしてのプレッシャー。ハブ君は、プロフィギュアスケーターとしての成功とは裏腹に、多くのプレッシャーにさらされています。その中での離婚は、一層のメンタルヘルスの影響が懸念されます。 競技者としての活動だけでなく、プライベートな出来事も公にされ、その影響を受けることは避けられません。プロフィギュアスケーターとしての成功により、ハブ君は国内外で多くのファンに支持されています。しかし、その一方で、彼のプライベートな出来事が注目を浴び、メディアや一部のファンからの過度な期待やプレッシャーも受けることとなりました。離婚によって、これらのプレッシャーが一層強まる可能性があります。 メディアによるプライベートの露出。ハブ君の離婚がメディアに取り上げられることで、彼のプライベートな部分が一層露出されることが懸念されます。報道陣が事実を追求し、詳細を報じることで、ハブ君は一層プライバシーの制約にさらされる可能性があります。このようなメディアの過度な露出は、ハブ君だけでなく、多くの有名人が抱える課題でもあります。プライベートな問題が大にされることで、 本来のスポーツや芸能活動においても影響を及ぼす可能性があり、そのプレッシャーは非常に大きいものとなります。プライベートと公の世界の技まで、サンマのコメントを通じて浮かび上がったのは、離婚というプライベートな問題が、公の人たちにとってどれほど厳しいものであるかという現実でした。結婚や離婚が報道されることで、個人の人生に関わる出来事が公の舞台に姿を現し、 多くの人々の注目を集めることが避けられません。プロフィギュアスケーターとしての成功に加えて、ハブ君がプライベートで抱える難問は、一般の人々には理解し難いものかもしれません。しかしこのような出来事を通して、プライベートと公の世界の技まで生じる葛藤やプレッシャーについて考える良い機会となるでしょう。ハブ君にとって、これから先が良い方向に向かうことを願うばかりです。